衆議院議員の佐藤明先生にお話をお伺いしたいと思います。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先生、はい、今の関西、先生から見られてどうですか？はい、本当に景気が悪いですね。そしてね、情けないんですが、はい、もう一極集中で全部東京にね、大きな会社も含めて本社を移してしまってますね。中小企業も多いですよ。あ、そうなんですか。もう1万社以上本社を東京へ行っちゃった、はい、移転されて、拠点を変えて、それ なぜなんだろうということになるんですね、はい、関西に魅力がないのかということにもなるし、情報を的確に取りすぐ動くためにはやっぱり政治の中心である東京の方がいいんだという考え方もたくさんあるんですよね、はい、そうすると今度は地方がますます疲弊するわけ。そうですよね。そう、大阪どうするの、こういうことになるんで、私はね、大阪がね、これから生き延びるためにはね、はい、やはり大阪に行けばなんとかなる、大阪しかないもの、はい、というものをね、やっぱりこう大阪府民挙げてね、考えて作っていかなきゃならない、このように思ってるんですね。はい、このだいぶ前から、私が若い時、まあ30代の時からですね、はい、いろんなことを言ってたんですね。でそれで一つだけが実は実現をしました、はい、それは何かというと USJ、 あ、ユニバーサルスタジオ。昔我々がこの大阪に誘致しましょうと言ってたんです。あ、そうだったんですか。でそれが大阪に来たんですが、はい、なんかうまくいかずに、この堺市の新日鉄があった跡地にね、はい、行ったんです、うん、最終的にダメになってまたこの大阪に戻ってきてくれたんです、うん、そういうもの、つまり人を寄せる、はい、関西はご存知のように京都、奈良、神戸、観光地、もうこれだけの観光地の地域ってないのよ、うん、それをどうやって、はい、このいろんな経済の浮上にも含めてね、はい、活用するか、うん、そういうことなんですね。そしてまた遊ぶ場所として楽しめる場所、うん、それで UFJ をとか、うん、本当もう一つ、実はディズニー、はい、ワールドもって言ってたんですけど、ダメだったんですけどね。ああ、本当作ってほしいぐらいです。それそしてね、もう一つね、僕らは面白いことその当時さ、はい、考えたのはね、ちょうど F1 が鈴鹿のサーキットでものすごい流行ってたことが、はい、あれはね、ご存知の通り、名古屋から全部ホテルいっぱいなの。あ、そのレースの F1 のある時、ね、土日ですね、大体ね、はい、いっぱいになるんです。でその F1 のサーキット場をこの大阪持ってこよう、こういう話をしてた、はい、それはどこだ、どちらですか。北港なんです。海の中の北港、はい、いいですね、海も見えて。そう誰も迷惑かかりません、うん、ね、北港にその先取り持って、はい、それだけでは面白くないねっていう話だって考えたら、何が実は、まあ、今ちょっと車が売れなくなってきましたけれども、当時はやっぱりモータリゼーションのすごい伸び盛りの時なんですね、うん、世界の車一堂に見れる場所、はい、世界でどこもない、うん、トヨタでもさ、はい、クラウンに乗りたい人とマーク2乗りたい人ったら会社違う、うん、ディーラーが違うの で、うん、でね、同じ場所で見えない、はい、見れない。日産も同じね、はい、ホンダもそうなの、はい、ですから世界のそういう車を全部サーキット場の下に、うん、全部展示してもらう、そこに、それは車好きにはたまらないです、ね、そして、うん、まあ、言い方悪いんですが、試乗したい、うん、サーキット場、土日はサーキットする、はい、平日はそこで見てもらう、うん、そしてどこに、あなた どちらのお住まいですかって言ったら、うん、どこどこですって言ったら、そこにはうちの販売店のこれがあります、うん、ネットの時代ですからすぐ分かる、うん、そういう場合にしたいと世界に一つもありませんので、うん、それを作りたいなっていうのが非常に夢があって、だいぶやったんですよ、はい、そしてね、サーキット場で作るお金、はい、お金あらへんなと、こういう話になって、うん、日産とトヨタ、お金出すって言ったんですよ、はい、それともう一つはね、そういう感じにして世界から人を集める、はい、もう一つ素晴らしい通りが、うん、実は大阪にはある、はい、御堂筋、イチョウ並木でね、一方通行でしょ、はい、あれね、うん、なんでね、まあ、3時でね、まあ、銀行とね、証券会社がね、
当時1回なんですよ、うん、だシャッター降りちゃうんで3時過ぎると。まあそうです、企業が並んでますからね、もったいないでしょ。そうですね、あれだけの素晴らしいイチョウ並木があって、はい、あれだけ雰囲気があって、高田制限も当時40メートル以上の高さがないんですね、はい、制限してた。そんな、うん、パリのシャンゼリゼよりこっちの方がもっといいとこだよって私は思ってた、うん、ですからね、あれを1階にある銀行さん、はい、証券会社さん、誠に申し訳ないけど、2階3階に上がっていただいて、1階にブティックとかカフェテラスをして、はい、うん、すればすごい素晴らしい通りになる、うん、今ね、こう心斎橋から難波にかけてはいろんな今出てきたんでしょ、はい、そらそらそらだいぶ並ぶようになりましたけど、30年前からの話です。あ、そうだったんですか。そうなんですよ。そしてライトアップしよう、こういう話になって、うん、で、私は30ぐらいの時に行った時はちょっと無理だったんですが、はい、その後市長さんが下からライトアップするようになった、うん、で今ご存知のイルミネーションで、すごく綺麗です。ああいう具合にして1階をずっとカフェテラスやブティックが並んだ場合に、これはデートコースにもなるし、うん、散歩コースにもなる、本当に歩いてるだけでもちょっと気持ちが、ね、楽しいでしょ、ルンルンとね、そうでしょ、はい、そうすると大阪にまた人が集まる、こういうことなんですね。本当身近なところでいいスポットが本当にあるんですよね。そういうきちんとすれば何倍も人が来るんですね、うん、あとはね、産業的に何を考えるかというと、うん、私はこの大阪、まあ、いろんな企業出てちゃいますが、やはり私は大阪っていうのは緒方公安が生まれたところなんですね、うん、我々の発祥の地、医療のメッカ、医療の発祥の地は私ら大阪だと思ってます、はい、その大阪に医療のメッカとしてどんどんやっていこう、はい、何をしたいんだ、はい、こういうことなんですね、うん、あのがん、の対策基本法っていうのを、うん、あの国会で通ったんですけども、はい、前ですけども、がんを治療するいろんな施設があるんですが、うん、一箇所にそれをまとめた地域がないんです、うん、あ、そうなんですか、うん、今現時点でも、そうそう、はい、ですから、あの、いろんな例えば放射線を当てるんですね、はい、X 線とか、ラジオ波とか、それから陽子線っていうのがあるんですよ、うん、太陽の陽って陽子線と、うん、それからもう一つは炭素線を使った重量子線という、うん、そして今京都大学やってる中性子線という、うん、それでいろんながんをそれで治そう、はい、その施設はみんなそれぞれバラバラにあるの、うん、大阪大学の医学部にあるのは陽子線、うん、ね、ところが重量子線というのは、うん、実は咽喉がこの喉ですね、うん、それからこの肺とか前立腺とか脳にもがんができます、うん、そういうやつを治すというか、がん細胞を壊す、ちゃんと治療する、それは重量子線、これは残念ながらサンダのスプリングエイトと千葉にしかないんです。だからそういうやつをその大阪陽子線も重量子線も全部、そして京都大学今研究している中性子線も含めた設備を全部この大阪に一箇所集めるの、集めればさ、大阪で緩和だろ、なんとか緩和で見捨てられたやつは大阪へ行けばなんとか出してくれるっていうことになるのよ。で武田薬品なんて大本ね、大阪本社でさ、頑張っててる、そういう製薬会社もたくさんあるのね。そうですよね、多いですよね、うん、だからそういうのにもっとみんなで、はい、あれ、力を合わせて、この医療のメッカ大阪というのを私は作っていきたいな、はい、それが大阪の逆に言えばいろんな面の復興であり、うん、オンリーワンの世界を作る。そうですね、はい、で一極集中してる、うん、そのいろんなものをこの大阪に戻そう、これもしなきゃなりません、うん、はい、そして今地震があって大変なことになっているので危機管理という言葉が出てますが、うん、はい、東京に直下型の地震が来た時に、はい、主導機能は麻痺をします、うん、保管機能はないか、うん、それも大阪へ持ってこよう、大阪はいろんなインフラ揃ってますのでね、うん、そういう具合にして大阪の生き方、東京と違った生き方をしていかないと、うん、我々はまた関西は復興はしないんじゃないかな、このように思ってますし、そういうものをどんどん進めていく、はい、頑張っていきたいですね、頑張っていきたいと思います、頑張れ関西なんですね、うん、分かりました。大阪はそういう面でポテンシャルが強い高いのに、それでどうやって持っていくかという、そういうコーディネートするというか、うん、そのうまいこと説得する人が少ないのかもしれませんが、
私どもはしっかりやっていかないと、関西が悪くのこれ以上悪くなったらダメなんで、しっかり頑張っていくためにもやっていかなきゃならないところに思っています。わかりました。では最後に先生から関西に向けてちょっと応援エールの方を送っていただいていいですか。はい、では頑張ろう関西。